NERD はアメリカ合衆国のヒップホップロックグループ。グループ名は No One Ever Really DS の略とオタクを意味するスラング、ナード。パフォーマンスする NERD 少年の頃から友人だったファレル・ウィリアムスとチャド・ヒューゴがネプチューンズを結成。それに名優のシェルドン・ヘイリーを加えた3人組が NERD である。 2001年にファーストアルバム、i n s e r オブ of をリリースした。しかし発売して1ヶ月、打ち込み主体だったパートを、スプイマブによる生演奏に変えアルバムタイトルを、i n s e r オブ of とし、再度リリース。2004年、セカンドアルバム、Fly は第発表後、バージンレコードと契約で揉め、事実上の活動停止。2005年3月、BBC ラジオ1にてァれるが、 NERD is dead と発言。解散がささやかれた。2008年、バージンレコードから、インタースコープレコードに移籍し、サードアルバム、シーリングサウンズを発表。2009年10月、2010年リリース予定の、ホースアルバム、インスタントグラティフィケーションに向け、新メンバーとして、女性シンガーであるリアが加入したが、わずか3ヶ月で脱退し、 フォースアルバムは一度白紙に戻し、アルバムタイトルをナッシングと名称を買いリリース。2017年12月に誰も本当の意味では死なないというグループ名をセルフタイトルとして掲げた7年ぶりのフィフスアルバムのンエ e バーリアリーダイズを発表。今作はリアーナ、ケンドリック、ラマー、エドシーランといった豪華ゲストが参加していることも話題となった。 2018年7月に開催される野外音楽フェスフジロックフェスティバル18に出演が決定。パフォーマンスする NERD 脱退したメンバー、ありがとうございます。